単調な試合には何が足りないのか、一回打ち出したら打つと決めたら決まるまで打つのをやめないチャンスを作り続けるってことなんです。百秋武道具店の動画、こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。お、今日は先生に試合が単調だって言われたって話をします。単調って一体何のことなんだろうね。何のことかな。なんとなく見ててそういう試合とか稽古って変化がないとか、いつも同じことやってるとか、まあ、見ててつまんないなっていうのはあると思うんです。でも見てて単調な試合って何なんだろうね。例えば自分が試合に出ててチームメイト5人います、先生もいます、自分の番来ました、試合やってます、やってる最中にパッとチームメイト見たら、チームメイト違うコートの面白い試合見てた、おいおいおいって、いや俺やってるんですけど、でもそれは試合が単調でつまんないからなんだよね。今日この動画を見るだけで単調な試合がどういったものなのか、単調な試合には何が足りないのかっていうことが分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。単調な試合って何だろうなって思いながら、昔の剣道時代2013年の11月号こんなの見てたら、なんか面白いことが書いてあったんですよ。それは単調な試合っていうのはじゃんけんに例えると、こっちが何を出したとしても相手はずっとグーを出してくる、こういう試合のことを単調な試合っていうんだって。なるほどね。こっちがパーを出しても相手はグー、こっちがチョキを出しても相手はグー、こっちがグーを出しても相手はグー、まるで相手のこと見てないんだよね。これじゃんけんになんないよね。でも剣道で単調な試合ってこれと同じことをやってるんです。その理由は相手によって攻めるとこだったり、攻め方だったり、打つタイミングだったり、そういうのを変えてないから、いつも同じことをやってる、だから単調になっちゃう。例えば剣道の話で言うと、相手がまっすぐ構えてる隙がない、それでも面を打ってく、相手が完全に出花後手を狙ってる、それでも面を打ってく、相手が完全に面を防御してる、それでも面を打ってく、相手が完全に返し胴を打とうと狙ってる、それでも面を打ってくる。いやいや当たるわけないやんって言うと、いやそんなこと言っても僕は稽古で習った通り打ってるだけなんだけどって言うと思うんだけど、もちろん面が得意なの分かるよ、グーを出すのが得意なの分かるよ、小手とか胴が苦手なのも分かるよ。でもね、じゃんけんでグーだけで勝てるかい。相手に、おこいつグーしか出せないじゃんって思われたらもう負けでしょ。もちろん相手によってチョキやパーを出すこともあるよね、使い分けるよね。自分がグーしか出さない、面しか打てないことが相手にバレたら、もちろんそこから小手打ったり胴打ったり変化しないと勝てないよね。グーだけじゃ勝てないよ。そんな中ね、もう見てられないぐらい一番単調な試合ってどういうのかというと、例えばね、こういうのね、いやー面やめて寄っていってつばぜり合いで休んじゃう、でまたいやー面寄っていってつばぜり合いで休んでる、おしくらまんじゅう、これはね一番単調です。これがずっと繰り返すとなかなかやっぱりしんどいです。でもみんなこれやっちゃうんですよ。僕も昔多分やってたはずです。だから気持ちわかります。これがなんでダメかというと、一本打った後に休んじゃってるんですよね。気が抜けちゃってる。一本打っては休んで、一本打っては休んで、そういうことなんです。連続技、小手面とか崩れたところに胴とか、そういうのがねやっぱり出ない。つばぜり合いがお休みモードなんだよね。こうやって休んでる、押し合いへし合いして休んじゃってる、まあ、そういうことを言うとね、いや確かに先生から一本打って気を抜くなって言われたことあるけど、だからってどうしていいかは分かんないんだよねって言うと思うんです。そういう時は一回打ち出したら打つと決めたら決まるまで打つのをやめないだけなんです。とにかく途中でやめない、
1本打って当たらなかったらもう1本、それでも当たらなかったらもう1本。確かにね、1本打ってやめちゃうのは楽なんですよ。1本打って休むのは楽、やめない、打ち続けるのは苦しいんです。だからかかり稽古とか打ち込みで苦しい稽古で自分自身を鍛えてるんです。じゃあ最後に、単調な試合から抜け出したい時にはどうしたらいいかというと、それは自分からチャンスを作り続けるってことなんです。作り続ける、ここがポイント。作り続ける、こっちからね、それがポイントなんです。というのは、単調な試合っていうのは1本打って休んで、1本打って休んでだったよね。これは1本打つ、ここがチャンスね、の後に休んじゃう、これは打たれるってことはピンチなんですよ。チャンスの後にピンチ、チャンスの後にピンチ、これが単調な試合の特徴。そこから抜け出したかったら、1本打つ、当たらなかったらもう1本、これも別のチャンス、それでも当たらなかったらもう1本、また別のチャンス、チャンスの上にチャンスの上にチャンスの上にチャンスと、こう自分からチャンスを作り出すんですよね。一旦打つと決めたら決まるまで打つ、これが単調な試合から抜け出すために大事なことなんです。そのためには、今言った技を打ち続ける、連続技を出すっていうのもそうなんだけど、例えば1本打って当たらなかったら、相手が構えを作るよりも早くこっちが構えるとか、相手がまだ振り向いてない時にもう先に足の準備をしておくとか、相手が嫌になるぐらいこっちからガンガン攻めるとか、足の動きを止めない、左足のかかとをちゃんと浮かしておく、準備しておくとか、他にももっとこっちの手数を増やすとかね。例えば1分間の試合、1分間の試合で相手が5本、自分が5本打ってるとしたら、相手が0本、自分が10本になったとしたら、10本打てたとしたら、相手に1本も打たさない、もうピンチなんてないじゃん、チャンスしかないじゃないっていう風に、どんどん自分でチャンスを増やしていくんです。特に中学生高校生なんか、当たらなかったら何本でもバン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 って打ってくる、それぐらいで僕はちょうどいいと思ってます。そんなこと言うと、いやそんなことやってたら疲れないっていう人が多分出ると思うんですけどね。そうなんですよ、疲れるんですよ。チャンスを作り続ける、単調な試合から抜け出すっていうのは疲れることなんです。単調な試合をしてる人っていうのは疲れ方が足りないんです。いかがでした？以上が単調な試合から抜け出したいっていうお話でした。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつ確実にステップアップできるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。